こんにちは、キューブです。最近の動画でですね、アジア系の玩具、中国とか韓国とかの玩具が結構数溜まってきているので消化していきたいという話をしたんですが、今回もその一環ですね。今回は久々に韓国の玩具というわけで、今回レビューしていくアイテムはこちら。はい、こちらはですね、チャンネルキューブでも過去にほんの少しだけ取り上げたことがあるんですが、ハローカーボットという韓国でかなり人気のあるフル CG アニメのキャラクターですね。というわけで今回お送りするのはこちら、ハローカーボットより結構珍しいオープンカースタイルに変形するロボ、コンバースタ、こちらをレビューしていきたいと思います。はい、久々にハローカーボットのシリーズからのアイテムですね。以前に韓国のアイテムを扱った何かの動画で少しご紹介したことがあると思うんですが、韓国はですね、かつてトボットというフル CG の車から変形するロボットを扱っているシリーズのアニメがあって、それが結構大ヒットしたことで、割とこういった車から変形する系のロボットおもちゃが今でもたくさん発売されているんですよね。で、こちらはそのトボットと歯を競う感じで、もう一つ人気があるハローカーボットというシリーズ。まあでも最近だとちょっとトボットは見かけなくなってしまって、ハローカーボットがほとんどを占めるっていう感じになっていますね。で、今回はですね、そのハローカーボットのシリーズの中から、オープンカーという結構珍しいモチーフに変形するコンバースタというアイテム。おそらくこのハングルがコンバースタという名前なんだと思いますが、まあ、音に寄せるならコンバースタという呼び方になると思うんですが、この字が表現しようとしているニュアンスに基づいて言うなら、コンバスターといった方が正しい感じかもしれませんね。実は、このハングルでググってみるとわかるんですが、この部分が今棒が3本みたいな感じになっていますけど、これが2本になると、この全体の文字がガンバスター、あのトップを狙いのガンバスターですね。あのガンバスターに対して公式で当てられているハングルの文字と同じになるみたいです。なので、この文字でググるとですね、コンバースターと同時にガンバスターの絵が結構検索でヒットしたりしますね。ですが、今回は一応コンバースターという呼び方で統一したいと思います。ではまず、パッケージから見ていきましょう。全体の見た目はこんな感じ。パッケージの後ろ側を見てみると、こんな風に両形態の CG が載っていますね。まあ、車からロボットにただ変形するっていう形の一見シンプルなアイテムなんですが、ギミックにちょっと一工夫あるのとですね、まあこのオープンカーというスタイルが結構大きいので、運転席にいろいろなものが乗せられないかということをちょっと試してみたいと思います。では開けていきましょう。パッケージから取り出してみるとこんな感じ。はい、中身を取り出して並べるとこんな感じ。構成は非常にシンプルですね。コンバースター本体と、それからウィングパーツ、別パーツで付属しているものはこれだけで、あとは説明書のみです。ちなみに説明書を開いてみるととやりたいんですが、なんとですね、紙の大きさから想像するに4つ折りかと思いきや2つ折り、結構説明書の紙が小さいですね。このぐらいの大きさのアイテムの説明書としては結構紙小ぶりなんですが、実は説明書が小さいことには理由があります。まあ後でギミックをお見せしますが、このぐらいの紙で説明すれば十分ということですね。ちなみに、まあ図の全部がフルカラーっていうわけではないですが、印刷そのものはフルカラーになっていて結構見やすく綺麗になっています。ではまず、ビークルモードから見ていくことにしましょう。はい、ビークルモードは先ほどから何度もお伝えしている通りオープンカーですね。ですが、漠然とオープンカーという風に言うと、ちょっとリアリティの低い造形を想像してしまいますが、全然そんなことなくて、各部、例えばフロントグラスとかサイドミラーとか、いろいろなところがすごいリアルに造形されていて、結構実写に近いようなリアリティの高いオープンカーですね。フロントのこの辺りに、まあ実在のメーカーのマークではないんですが、メーカーロゴを思わせるような感じのエンブレムが一つ造形されていて、サイドにあるこのライトはクリアパーツですね。同じ感じのクリアブルーでフロントグラスも作られています。フロントグラスの形が結構デリケートにちゃんと作られているので、フロントグラスこんなに真っ青だと本来リアリティは低く感じられるはずなんですが、意外とそう感じないですね。結構リアリティが高い感じに見えます。そしてインテリアは赤。まあレザーと考えればこういう色のインテリアないとも言えないですが、結構派手めですね。そして4シーターになっていて、前の2つのシートはですね、ちゃんとこういう感じで、それぞれシートの背もたれが倒れたり起きたりするようになっています。割とこう、なんていうかサイドが立ってる感じのレースマシン風の速い車のシートみたいな感じになってますね。ホイールの部分はちゃんとシルバーになっていて、もちろん4輪完全に独立して動くので、スムーズにコロ走行させることができます。
ドア周りは結構造形がリアルなので、これ開くのかなと思ってしまいますが、さすがにちょっとドアは開かないですね。実際にはまあ変形のために前後で分割できるようにはなっているんですが、ドアが開閉する方向には稼働しないといった感じ。そしてサイドミラー省略されてないのいいですね。この間のジャイロゼッターとかよく見直していただくとわかるんですが、ジャイロゼッターは基本的にビークルモードサイドミラー省略になっちゃってますからね。前にも何らかの動画で言ったことあったと思いますけど、このサイドミラーって車のおもちゃを作る時の一つのネックなんですよね。サイドミラーは本来の車と同じように根元を細く造形しようとすると一発で抜けなくなってしまったり、まあ別パーツにすれば作れるものの、そうすると今度逆に根元が貧弱になって破損しやすくなってしまったり、なかなかリアリティ高くかつ剛性も高く作るのが難しいんですよね。ですが今回そこから逃げずに、ちゃんと根元がしっかり太くしてあるもののギリギリリアリティも保たれているみたいな、いい造形になっていますね。これなかなか頑張ってると思います。そしてハローカーボットのシリーズ大体そうなんですが、自分の手と比べていただくと分かる通り、結構ビークルモードに大きさがあるんですよね。同じようなリアリティのトランスフォーマーのアイテムとして、こちら TLK シリーズのコグマンを横に持ってきてみると、ご覧になっていかがでしょうか。まあ2倍とまではいかないですが、それに近いぐらい結構サイズに差がありますね。こういう風に並べた状態を真上から見て、全長だけでなく車幅も同時に比べてみると、いかに大きさに違いがあるか分かりますね。上から見た面積の差はもう3倍に届こうかっていうぐらい、だいぶ大きさが違います。同じようなサイズ感の黄色い車のトランスフォーマーということで、こちら以前ご紹介したビッグバンブルビーと比べてみるとこのぐらいの感じ。まあ手近にある同じような大きさといっただけで、大きさ的には今回のこちらの方が大きいですね。上に置いたこちらのビッグバンブルビーはですね、レビューした時の動画の中でも言ったんですが、ボイジャーと同じかそれ以上ぐらいの大きさがあるので、それを並べてもこのぐらい大きさに差があるっていうことは、今回のコンバースタ、もうウルトラクラスぐらいの大きさがあるっていうことで、結構大型であることがわかると思います。そしてですね、このぐらい大きさがあって、しかも上が完全に開いていて、各シートがこのぐらいリアルに造形されているということは、この車、実は小さめのフィギュアなら何か乗せられるんじゃないかってちょっと思ってしまいますよね。ということで、いろいろ乗せてみたんですが、はい、いろいろ試してみた結果、一番いい感じにフィットしたのがこちらでした。デスクトップアーミー。まあ、細かいことを言うと、このデスクトップアーミーは若干 SD 気味の等身のフィギュアなので、車のリアリティとちょっと違っていて、例えば頭のサイズ感とかと、この車体の色々な各部のディティールのサイズ感なんかを比べると、ちょっとまあ合ってないと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、全体的にうまく乗り込めているなというニュアンスには収まっているんじゃないかと思います。まあでもですね、そうは言っても実はこういう感じで両足取り外した状態にしないとうまく乗り込ませられないですね。実はこのシート周りをよくよくこうやって上から見てみると、確かにシートとか、あとこのフロントグラスを反対側から見てみると、ハンドルとか反対側の席のインテリアとか、なかなか凝った造形になっているんですが、足を入れておくためのスペースが全くなくて、足がついたままだとクリアランスが足りなくて、ちょっと乗り込ませられないんですよね。実はデスクトップアーミー以外にも、例えばアシッドレインのフィギュアとか、大きさ的によりぴったりなものはあったんですけど、足を丸ごと全部パーツに負担をかけずに取り外せるようになっていないと、足を置くクリアランスがない関係上乗せられないので、それでどれが乗せられるかと試した結果、デスクトップアーミーが残ったということですね。まあ後ろに関してはですね、足全部取り外さなくてもそれらしく乗せられるんですが、さすがに膝下ぐらいは取り外さないと乗せられないんじゃないかなといった感じですね。まあでも確かに足は外すんですが、乗せている状態のこの見た目のハマっている感はかなりいい線いってるんじゃないかという気がしますね。いや、デスクトップアーミーは結構密度感のある造形なのに、大きさが非常に小さいので、こういう乗り込ませる系のマシンに対する相性はバッチリですね。本当に全然関係ないおもちゃに意外とぴったり乗り込ませることができたりとか、デスクトップアーミーはありまくるんで、意外といろいろなものと組み合わせてみると面白いかもしれませんね。それではいよいよこちらのコンバースタ、ロボットモードへ変形させていきたいと思います。先ほど説明書の紙が小さいって言ったんですが、それがどうしてなのかはプロセスをご覧いただければ一目瞭然ですね。ではコンバースタ変形開始。完成、コンバースタロボットモードです。ではスタイルを見ていきましょう。
はい、変形プロセスご覧になっていかがだったでしょうか。説明書の紙がどうして小さかったかもうお分かりいただけたんじゃないかと思います。そうなんです、実はこちらのコンバースタ、一発オートモーフギミックを持ったいわゆるスピードチェンジ系のアイテムなんですよね。ですがロボットモードのプロポーションご覧になっていかがでしょうか。パッケージから取り出した直後に少しだけロボットモードをお見せして、その後ビークルモードを詳しくご紹介しましたが、それをお見せしている間にこのアイテムが簡易変形ものだっていう風に果たして気づかれたでしょうか。実は自分はですね、このアイテム初めて存在を知った時、このアイテムを実際にレビューしている韓国の方がアップされているレビュー動画を見てみるまで、このアイテムが簡易変形ものだとは見た目からは気がつきませんでした。実際にはですね、大胆な一発変形ギミックのために少し省略でしわ寄せを受けているところもあるにはあって、例えばこの腰回りとか膝とか一切可動がなくて、下半身はほとんどこの足が開く時のバネ仕掛けのこの開くというこのギミック、これ以外の可動はつま先の変形以外何もないという感じになっているんですが、それでも足の造形見ていただいて、何かが省略されているような不満な出来栄えの足っていう感じ全然ないですよね。上半身に関してもなんかどこか大きく肉が抜けているみたいなところもなくて、そうなんです、今回のこちらのコンバースタ、代償として何かが省略されてしまっているっていう印象が見た目に全然ないんですよね。これ素晴らしいですね。先ほどお見せしたビッグバンブルビー、これまあスピードチェンジの典型的なアイテムですけど、確かにこのアイテムはですね、わずか本当にワンステップでロボットが完成するところまで行くんで、この完全に一手というのは素晴らしいことは素晴らしいんですが、一方でちょっとこういう風に足の内側が大きくえぐれているのが見えたり、関節が本当に肘以外どこも動かなかったり、あるいはですね、真横から見るとちょっとさすがに車のまんまかなっていう印象があったり、まあそういったところで少ししわ寄せを全体的に受けている印象がやっぱりあるんですよね。ですがこちらに関しては、まあ分かって見てみると少し省略気味のところもだんだん気づき始めるんですが、パッと見た感じ、ギミックのせいで何かが省略されているっていう印象は結構回して全体を細かく見てみてもあんまりないですよね。このなんていうかしわ寄せを受けて省略されている感じが一切現れていないっていう、この見た目の感じはすごくいいなと思います。そしてこのオートモーフのギミックに関しても、ただ単に横方向の動きだけが一度に起きるという感じじゃなくて、こういう風に90度起き上がる動きも含んだ、なんというか立体的に方向の変わるオートモーフになっているんですよね。これなんていうか手が楽しいですね。戻す時もちょっとこの肩の部分をつまんで内側へ倒してやるだけで、大きく他の部分がこういう風に一度に90度下へ畳まれるみたいな感じになっていて、この全体が大きく形が変わるこのオートモーフ、連動箇所が多くてお子さんはきっと楽しいんじゃないかなと思います。顔のアップでーす。はい、顔に関しては完全にバイザー顔というかフルフェイスのメット顔っていうぐらいの完全に覆われている感じのマスク顔ですね。ちなみに目の部分はクリアパーツで、頭の上の頭頂部のこの青い部分が同じクリアパーツで全部覆われているので、かなり強力に修光ギミックがついています。ちなみに武器の取り付けに関してなんですが、内容物一覧をお見せした時、唯一外されていた別パーツがこのリアウィングですね。実はこれ車の状態で取り付けた後、ロボットまで完全に外さずに変形できてしまうので、一度付けたら事実上もう外す必要はないですね。ですが、あえて外して武器にすることもできて、手の拳の造形がされている部分に穴があるので、ここにこういう感じで持たせると、なんというかミニブーメランみたいな感じの武器になりますね。ただですね、こちらの武器は見た目とか、あるいは手に持たせた時の雰囲気なんかは完全にブーメランで、まあ劇中でもブーメランとして使われる時あるんですが、こちらはですね、ブーメランとして手に握られるよりも前にもっと劇中で印象的な登場をしていて、このコンバースタはですね、敵の前でロボットに変形するとまず体からこのウィングを外して飛ばすんですよね。このウィング実はブーメランという以前に単独でドローンになっていて、しかも先端にドローンカメラがついているということになっているんですよね。それで敵の目の前でこのコンバースタはこのドローンに自分を自撮りさせながらイケメンポーズを素早く3つか4つシパパパって撮って、戦闘開始開幕10秒ぐらいで自分のイケメンポーズ生ポラロイドを敵にばらまいて、敵をドン引きさせて戦意を喪失させるみたいな、そういうとんでもイケメンキャラっていうキャラ付けになっているんですよね。おもちゃではただのこういうワンパーツの黒い部品でしかないんですが、劇中ではこのドローンがもうこのコンバースターというキャラクターにとって欠かせない部品になっていて、めちゃめちゃ印象深いんですよね。本編を知っていると結構こういうところ面白かったりしますね。なのでこの部品はまあ外す必要全くないんですが、外した方が劇中っぽくて面白いかもしれませんね。
では稼働を見ていくことにしましょう。さすがに大胆な一発変形ギミックを搭載しているので、何もそういったものがついていないものに比べれば結構稼働制約を受けているんですが、それでもあれだけ大胆なギミックを持っているにしては頑張っています。まず頭部に関してはちょっと動かせないですね。後ろがこういう風に板になっていたりと、結構クリアランスがないということもあって一切動かすことはできません。ですがそれに対して腕は結構頑張っていますね。まず肩を垂直方向に、この部分から360度回すことができるようになっています。この部分細かくこういう風にクリックが切られていて動きが気持ちいいですね。そして水平方向も、まあ変形の恩恵的な部分ではあるんですが、90度水平まで上げることができます。一方で縦ロールはちょっとついていないんですが、その分肘の可動を頑張っていて、ご覧ください、こういう風にクリックが切れた感じで90度起こせるようになっています。ここを起こす可動は変形には必要ないので、わざわざつけてあるということですね。これいいですね。そして拳に関してはさすがにちょっと動かせないですね。ご覧の通りドア裏の造形だけみたいな感じになっているので、ちょっと拳だけを動かすという感じのデザインにはなっていません。ですがここワンパーツのディティールというだけじゃなく、ちゃんと拳の形を作り起こして後ろのパーツと合わせにしてあるので、まあ確かに動かせないですし埋まり込んだ形にはなっているんですが、指は一つ一つ全部独立して造形されていて、見た目なんとなく拳っぽいモールドになっているというだけのものではありません。ちゃんと拳の形をしています。次に胴体に関してはさすがにあのワンタッチギミックのシャフトに当たるものが胴体のフロントをこういう風に大きく通っているので、腰を回転させるといったギミックはありませんね。ですがそのギミックを若干戻す感じでこういう風に曲げてやることで、まあまりやると肩まで閉じてしまうんですが、一応前方向へ屈伸のようなニュアンスをつけることはできます。股関節と足に関しては先ほども言った通りほぼ可動はありませんね。まあ一応股関節はこちらにちょっと開く分だけは動くんですが、これもですねこういう風にスプリングが入っていて、ある場所で止めておいたりすることはできないようになっているので、まあ関節というのとはちょっと違いますね。唯一足首から下だけ変形の恩恵で、ここはまあこういう風に柔軟に動かすことができますが、左右角がついたりする感じはなくて軸可動なので、まあこれも可動に貢献するといった種類のものではないですね。というかまあ足に可動が全くないので、足首に可動があったところで設置の角度がもともと変わらないですからね。ちなみにですね、ロボットモードへ変形させる時の変形ワンポイントアレンジとして、この肩の縦回転のロール、これをですねワンクリックだけ左右とも後ろへ下げてやると、全体の情報量がちょっと増した感じになって、個人的にはよりいいんじゃないかなというふうに思います。説明書の指定だとこういうふうにワンクリック下げずにこのままで完成となっていて、まあ確かにその証拠に銀のペイントがこういうふうに辛い地につながっているんですが、ちょっとですねここの辛い地の面積が大きいので全体がちょっと板っぽくなっていて、まあなんというかワンタッチギミックのために少し形状が省略気味かなというニュアンスに見える人には見えてしまうかもしれないと思うんですよね。なのでここをこういう風にワンクリック下げることで、肩が平坦になりすぎずに一応肩に情報量があるかのように見えてくると思います。こういう風に一応ペイントは繋がらなくなるんですが、一段ずれているだけだと稲妻型のように見えなくもないので、肩個人的にはこういう風にワンクリック下げるとより良くなるんじゃないかという気がしますね。ポーズをつけるとという風にちょっとやってみたいんですが、今回はさすがに多彩なポーズショットというのは無理ですかね。首が回らない、腰も回らない、下半身はほとんど動かないという感じなので、まあ何通りもポーズをつけたりするというのは今回はちょっとできなそうなので、ポーズショットは省略したいと思います。ですがポーズショットが柔軟につけられないからといって、今回のこのおもちゃは、まあ、戦隊ロボとかと一緒でこういう感じの手触りのものだと思うので、個人的には全然不満はないですね。むしろ手の関節がこれだけ柔軟に残っているだけでも大したものだなと思います。では大きさを比較していきましょう。今回ちょっと驚きですね。いつも出している12分の1のネゴシエーターを横に置いて比べてみるとこんな感じ。そうなんです、ネゴシエーターは大体のものより頭1個大きいぐらいっていう風に紹介されることが多いんですが、ご覧ください、コンバースターと並べるともはや半分ぐらいしかないとも言えるような大きさ。今回のコンバースターはですね、もともとウルトラクラスぐらいあったようなビークルモードを大きく展開図を開くように広げるので、かなり大きさがあります。リーダークラスがそれ以上ぐらいあるんじゃないかっていうぐらいですね。というわけでネゴシエーターとこれだけの身長差があります。グリムロックの恐竜モードと比べてもこんな感じですね。ご覧ください、グリムロック恐竜モードの状態だとこれリーダークラスとしてはかなりボリュームある方なんですが、角の上まで見てもまだ頭の方が高いですね。今回のこのコンバースターがいかに大きいかわかると思います。
というわけで、久々にこのぐらい大きい玩具ということで、こちらを出してきましょう。自分がこういった30センチに届くぐらいのサイズのやつが出てくると比較に時々出してくる特級蛇のサファリ顔、これと並べてみるとこのぐらいの感じ。まあ要するにこちらが個体合体する戦隊ロボの標準的な大きさですね。頭の高さで比べると、さすがにサファリ顔と比べちゃうとこっちがちょっと高いですが、まあそれでも気持ち高いっていうぐらいで大差ないですね。こっちは単品での変形なので、すごいボリューム感だということがわかると思います。ビークルモードの時にシートに載せていたデスクトップアーミーの2体と並べてみるとこのぐらいの感じ。まあこれは大きさを比べるというかですね、シートに適正なサイズで乗り込めるぐらいの人型と車が変形したロボットを比べると、まあどのぐらいの身長差が出るもんなのかっていう感じですね。まあ見ていただいてお分かりの通り、3倍かそれ以上ぐらいの差がありますね。まあ変形させるプロセスによってロボットモードの身長って変わってくるものだとは思うんですが、車に乗っている人間にとって乗っていた車が変形したトランスフォーマーに対するサイズ感ってこのぐらいなんだなっていうことですね。かなりでかいですね。以上、久々の韓国のおもちゃハローカーボットより珍しいオープンカーのモチーフに変形するおもちゃコンバースターのレビュー、いかがだったでしょうか。いやー、これ韓国の玩具をご紹介するたんびに言ってるような気がしますけど、韓国のトボットが流行って以降くらいに出ているオリジナルの変形ロボットの類は本当にどれも非常によくできていて、精度も高く、いじりやすく、いじっていて気持ちいいみたいな、よくできているものが多いですね。今回のこちらもご多分に漏れず非常によくできていて、個人的には大満足でした。実は韓国系のおもちゃはですね、これまでご紹介してきたものは全部単品ものが多かったんですが、それ以外にも3体合体、4体合体、5体合体、グレート合体みたいな、もうはるかに大物がまだまだたくさん積み上がっているんですよね。なのでそういったものに関しても今後順次切り崩して皆さんにお見せしていきたいと思います。楽しみにお待ちください。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。さて、今回のコンバースターのレビューいかがだったでしょうか。韓国だとこういった感じのサイズ感や手触りのおもちゃが毎年新作で出続けるという状況に今もあって、本当にこれは羨ましいことだなと思いますね。日本だとこういった感じのおもちゃはもう10年か15年前ぐらいにコンスタントに出るという文化が一回途絶えてしまって、現在ようやくドライブヘッドとかシンカリオンとかが風穴を開けつつありますが、なかなかこの水準のものがコンスタントに出るっていう状態に戻るまでには時間がかかりそうですからね。いじってみるとすぐにわかるんですが、品質が子供騙しじゃないので、こういったものはもちろんメインボリュームとして子供にも売れているみたいなんですが、年齢の高い層にも結構マニアがいたりして幅広く売れているようで、こういったものが幅広く受け入れられているっていうのは非常に羨ましいですね。ところでこういった感じの変形ロボット玩具って、多くの方が一度小さい頃に純然たるヒーローへの憧れとしてハマって、そこから一回卒業した後に今度はコンテンツプロダクトそのものに対するマニア的な視点でハイエージになってからカムバックしてもう一度ファンになったみたいな、そういう感じの方が多いんじゃないかと思います。というわけで皆さんに今回そのあたりを伺ってみたいと思います。皆さんはこういった玩具にカムバックしたのっていつ頃の話だったでしょうか。ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はどうだったかというとですね、これ以前中村祐介先生との対談動画とかの中でちょっと言ったことあるんですが、自分はカムバックなんてものはなかったんですよね。どういうことかというと、一度も卒業することなく、間断なく変形おもちゃに興味を持ち続けていて、どこかの年齢で一回卒業していじらなくなってカムバックしたみたいな、そういう概念自体が自分にはないですね。ただまあ番組というコンテンツ自体から卒業した時期はありましたね。例えば戦隊ものとかだと番組そのものは一回完全に見なくなって、しばらく経ってからカムバックしたみたいな感じに確かなっていたと思います。ですがその間も番組を見ていない間も変形ロボというプロダクト自体にはずっと興味があって、どんな感じのロボが出ているのかだけは番組を見ていない間も一応追いかけていましたね。トランスフォーマーに関してはもっと具体的に、こういうことがあったせいで興味を失わなかったっていう詳しいエピソードがあって、どういったことがあったかに関しては中村祐介先生との対談動画の中でかなり詳しく語っているので、その辺興味があるという方は動画の方をチェックしてみてください。上のカードや下の動画説明欄に一応リンクを貼っておきたいと思います。皆さんは変形ロボット玩具への興味にカムバックしたのは大体いつ頃だったでしょうか。ご自身の年頃の話でも結構ですし、こんな作品がやっていた頃だったよという話でも結構です。きっといろんな思い出話があると思うので、そういったものを交えてご意見お待ちしています。